それで具体的な処方箋としてね、どうやったら日本は所得増えるのか、あるいは今やらなきゃいけないのは生産性をどうやってきちんとアップするのかと、まあ、いうことですよね。結局あれなんですよ、今の経営者っていうのはね、金利が払ってない、それで株主に対してもほとんど還元してない、株主のこと気にしてない、インフレもない、最低賃金が世の中でやはり先進国として著しく低い、だけど人材の質が非常に高い、それでこういう環境の中にあるにもかかわらず世界最低の所得しか払ってない、で普通に考えればインフレもない、金利も払ってない、株主がうるさいこと言わない、国に対しても税金ほとんど払ってない、それで、ちゃんとした所得、その人のその人材の質 に比べてちゃんとしたものも春要請こき使ってると、これはですね、それでも利益がほとんど出ないし何にもできない、これはですね天才的な究極な奇跡的に無能経営人なんですだってこういうことはですね、もうここまで全部優遇するのにそれでも成立しないというのはですね、これはもう天才ですよ。で今はそういうようなところが表面化してこなかったのは、人口どん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 増えるから見えなかった、その見えざる改革はその通りですけど、そうするとですね、いきなりなんか人が逆の方に行くとどん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 ですね、要するに人の醜いところはどん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 表面化してくると、合理性のないこと、非現実的なもの全部できなくなってしまうというところで、だから私としてはですね、今からの日本っていうのは世界一現実的な国になっていくと、でつい最近までは世界一妄想の真っ最中だった国が一気にこうやって現実を見なきゃいけない、そこがこの生産性立国論のところで、私としてはですね、もう日本政府に皆さんにもう一回ですね、計算機を渡して物事を決めるときに計算機を徹底的に叩いて決めてもらいたいと、こういうのはやめて、単なる精神論じゃなくてね、やっぱりその数字を見てでどうやったらどうなるかってそれは分かってるわけだから、だからそういう意味では今は厳しくね、やっぱり対応するした方がいいわけで、ぬるま湯でのんびりしたらあとは大変だと、まあ、いうことになるわけですよね、でもああいうのはね、やっぱり自分としてはね、一番のポイントは、人材の評価では日本人の労働者の質が世界4位と、で大手先進国の次の2番目が第11位、大手先進国、第11位のドイツ、なので4位なのにこの程度の最低賃金、世界先進国最低水準しか払えないというのですね、これは別に悲観する必要はない、そういうの妄想をやめて、ちゃんとした現実を見て、この世界4位の人材にふさわしい経済を作りましょうよと、そこで借金の問題だとか高齢者の問題だとかですね、その問題というのはもう大した問題じゃない、十分それで対応できる。で今までの私がまあここには出てないんですけど、不良債権問題というのはもうものすごい金融危機だったのに、ちゃんとまあやるまでは10年かかりました。まあ、これは日本的なんですよ、もうやるまでは10年かかりました、いろんなへりくつ言われまして、やるまでね、もう現実は全く見ない、対応するまでね、それででもいやこういうのやれば割と簡単にできますよって言ってですね、今もう金融危機があったってみんな忘れちゃってますけども、あれはなんかもうたった3年間で全部できた、で観光戦略もみんなもう反対もするわ、否定もするわ、それでなんかもう絶対にありえないって言われたのに、もうこんなですね、もうほとんど5倍の外貨が稼げるものを4、5年ぐらいでできたんですよ。だからね、やればできるのに、やればできるそうなムカつくんですよ、ね、やればできるまあね、それだけのんびりしてたんだけど、だからそういう意味でね、アトキンソンさんからね、カツを入れてもらって、はい、でだんだんみんな分かってきたからね、はい、もう今ね引っ張りだこだから、もう毎日ね、あっちこっち公演呼ばれるし、雑誌のインタビューとかね、まあこうやってテレビに出てきてくれとかね、まあいろいろ言われてるんですけど、それでまあさらにどうしたらいいですか。何をですか、その経済、経済、日本人のそのまさにその
生産性を高めるためっていう。まあでもあれなんですよね、うん、あのやっぱり経済って面白いもので、はい、アダム・スミスが、うん、あの大昔に言った自動調整機能、はいはい、実はですね今までの日本というのはやっぱり人が溢れてるからいろんな非現実的なことをやってきたんですけど、経済合理性がずっと悪くなってた。まあいい加減でも売れてたんだな。そうそうそう、うん、でやっぱりね今はね例えば、うん70年代ですと1企業に対して生まれてくる日本人の赤ちゃん、うん、3人いたんですよ、うん、ということはその人たちは就職するともういくらでもその労働者がいる、うん、いくらでもいる、うん、困ること一回もない、うん、そうすると今の日本企業一日本企業に対する赤ちゃんの数は 0.28 なんですよ。大変ね、すごい。そうするとですね平均をすれば雇用と思う、まあ、要するに雇用しようと思えば 3.6 年に1回しか来ないんですよ、うん、で当然ながら若い人からすると、うん、その企業を選ぶときに昔みたいにですね、要するに3人いるわけだから雇ってください雇ってくださいと需給が非常に悪い労働者から見てですね、今からはそういうのは 0.28 人しかいないわけだから就職を決めるときにこの上の世代が次第にこうやってね引退していきますけれども、そうするとこの人たちからするとですね、まあこの会社に行くのかこの会社に行くのか、この会社はやっぱり300万円でこっちは500万円出してくれるんだから同じなのでじゃあこっちに行こうかって、で実際にこれはね実際に始まってるんです。始まってる、気づいてる人はいないんですけども、そうするとですねやはりこの規模が小さい経済合理性のないそのぐらいの優遇されている金利等々の優遇されているにもかそれでも成り立たないような企業からやっぱり給料払えないわけだから、そうするとね雇えないんですよ。そうするとやっぱり統合するしかない。そういうふうに考えるとですねやっぱりどん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 人いなくなる中でやっぱりその若い人はどこに行くかっていうのは選びますので賃金が自動的に上がってきますし、それでやはり企業としてはもう成立しないものはもう継続できなくなって、で実際に見るとですね、人口こうやって増えたんですけど企業の数はそれ以上に増えた、で、はい、で全世界で見るとだいたい人口に対する企業の数っていうのは一定の比率があるんですけど、今度日本はどん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 減ってきますので、どう考えてもですねこのぐらいの企業の数はいらない。さっきの美容室と同じで人間の頭の数が半分するんだったらば、なんで美容室同じ数いるんだっていうのはいらないんです。そういうのはねやっぱりね自分として政府としてはいろんなその技術がいろんな企業あるわけなので今分散されてるんですよね。あれは全部やっぱり集約しなきゃいけないという企業の数を減らさなきゃいけない。でもう一つはやはり非常に安い給料で、その今まで調達ができた日本人労働者もっとその大事にしてもらうということですね、最低賃金はですね、こんななんか非現実的なものを作るために、いい人材を安く提供しませんと、国としては、だから日本人のその能力にふさわしい賃金を出すように工夫してくださいということで、最低賃金を計算するとですね1300円が妥当水準なんです、これはね感情論じゃなくてこれ計算ができるんです、経済学上では、で日本ではですね例えば厚生労働省ここで読んで、どうやってその今の854円を計算したのかってですね根拠はないと思うんですよ、でも本来はああいうふうに経済学上では根拠あるわけなんですよ、で今の日本では1300、まあ細かく言えば1313円なんですけども、何円までこうやって計算することができます、で毎年毎年その後ですねやはり成長させなきゃいけないので、それがもうずっとこうやって上げなきゃいけないんですよ、もう今はもう絶対に低すぎる、でそうするとですね最低賃金が上がってきますと、会社としてはあこの人このぐらい払わなきゃいけないから、じゃあこの商品を提供しても無理だねっていう、でもっといい商品を作って、それでその人に払うべき給料払いましょうよ、要するに工夫が始まるんです、それで付加価値を考える、そうそう、それはいろんなところでそういうふうに、変わってきます、ここのサイクルを作んなきゃいけないんです、だからその工夫しなきゃいけない、だからその働く人もね一生懸命勉強したり努力しないとね、やっぱりいいとこ行けないし、で一番のポイントになるのはあるんですよ、
結局人が減っていくので大変な時代を迎える、はい、その日本ではですね、それを全部舵取りをしなきゃいけない経営者にやはり危機感を持ってもらって、その人はもうバッシングをしてもうなんかいい加減に目覚めなさいということで、そんな中天才的な無責、そうああいうふうにね、やっぱり奇跡的無能なままでこの国としては対応できないので、あなたたちがリーダーなんだから、そう、ね、あなたたちはきちんとした形で工夫してやっていってくださいと、のーんとしてる場合じゃないですよっていうのはですね、やっぱりそういうふうに変わらないとダメなんです。そういうのは日本型資本主義だとかね、それこそ根性論、精神論、今までは良かったとかね、それはダメなんですね。そういうのはね、だからそういうのはもっとその物事を考えてもらわないといけないというのは、はい、私としてはですね、働き方改革よりは、はい、まず経営者改革と、経営者改革、あ、なるほど、いうことをしないと、はい、だから見るとですね、はい、経営者改革はどういうものですね、対応する動機を与える、働き方改革というのは道具なんです、それを実現するための道具、だけどそれを実際に実行するつもりのない動機のない人に道具を用意しても使わないに決まってる、だから道具を作るのは大事なんですけどね、働き方改革なんだけども、道具だけでは絶対にこの問題解決できません。この人たちを動かせるのは一番のポイントで、やはり目覚めてもらうと言いますか、もう寝てる場合じゃないよと、寝てる場じゃない、いうことがポイントだと思います、はい、ということで、はい、いかがでしたか今日は。はい、今日はやはりあの観光の、日本の観光を立国にするために日々その努力しておられるアトキンソンさんの話を聞いて、今後もっと日本の生産性を上げていくために、こうやって日本政府が今やらなければいけないことをお聞きしたので、私たちも働く側としてもっといい国になれるように、もっと国益のために頑張っていこうと思いました、はい、はい、ということで、はい、はい、今日のゲストはデイビッド・アトキンソンさんでした。田村さん、アトキンソンさん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。クルーズを楽しんでください。はいはい。